ブヒブヒブ小豚ニュースのお時間です。今回は復興へ一歩というお話です。アルプス処理水1回目放出完了。1回目は8月24日から9月11日に約7800トンの処理水を放出しました。2回目は10月3日に処理水のトリチウム濃度を測定し、問題がなければ10月5日から海洋放出を開始することになっています。 IAEA が処理水の独立したサンプリングと分析を行っており、オーストリアとモナコにある IAEA 研究所で分析された結果、東京電力の結果を裏付けたと報告されました。廃炉作業も同時進行で進められていますが、処理水タンクが片付いたらその跡地を回収した燃料の保管施設にします。現在アルプス処理水等の貯蔵タンク基数は1046基で、その他に多核種除去設備で処理する前のストロンチウム処理水を貯蔵するタンクが24基、淡水化装置処理水12基、濃縮塩水1基があります。風評。処理水放出が決まったことで廃炉作業の懸念事項が一つ消え、復興に向けた新たな一歩を踏み出せたという安堵感があります。近隣国の反発は当初予想されていましたが、政府一丸となった国内や国際社会への説明と訴えが功を奏し、国内での風評被害の影響は観測されず、政治利用する国のみが反対を続けている状況ですが、反対筆頭の中国も処理水の安全性を認めたのか、中国の漁師たちが日本近海で漁を始めたとの報告もありました。とはいえ廃炉までの道のりはまだまだ続きます。廃炉プロジェクトの体制は政府、東京電力福島第一廃炉推進カンパニー、原子力損害賠償廃炉等支援機構、研究開発機関原子力規制委員会の総力結集体制で運営されています。福島県には東京電力の廃炉資料館がありますので、機会があれば見に行くのをおすすめします。部費事故から廃炉までを知ることができ、施設職員さんからデブリ取り出しの難しさや最近の話などを伺うことができます。事故当時の再現動画ではドミノ倒しのように問題が生じ、これ無理すぎる部費とわななきました。福島第一原発の廃炉作業は半世紀かかる大仕事ですが、乗り越えていかなくてはなりません。報道では原発に対するスタンスの違いでむやみに恐怖を煽る媒体もありますが、今回は政府の努力と個人個人で調べて納得した人が多かったため、風評被害は起きなかったのだと小豚さんは思いました。ブヒ、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブー。